ました。今日は小学部行ってみたいと思います。質問形式はこちら、空所重問題5問ですね。さあ、語形を変化させる必要性がございますので、これに注意しながら頑張りましょう。サミさん、説問の指示の一読をお願いいたします。サミさん、早速空欄 A ですね、考えていただけるとよろしいかと思います。さあ、最初の問題がわからなければですね、一旦保留にしていただいて B 以降を検討でもよろしいですが、皆さん、うにゃうにゃアップという表現を知っている方もいらっしゃると思いますので、そういう方は答えを決めていただけるとよろしいかと思います。もちろんラップアップでうにゃうにゃを終わらせる。であと、皆さん、文頭に last month 過去を表す表現がございますので、正解は wrapped、 これでバッチリです。さあ、続いて空所 B ですね、考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、まずこれは空所の左側のこの辺りですね、車の排気ガス放出の減少と書いてますね。で、皆さん、そのためにはこちらですね、道路の利用を…というふうに考えていただきますと、皆さん、これですよね、道路の利用を制限すれば排気ガス放出の減少につながりますよね。で、あとは形ですが、皆さん、空所の左側前置詞がいますので、正解は restricting、 動名詞ということでバッチリです。さあ、続いて空欄 C ですね、お願いいたします。そこで空所の右側に would、 水量を示す表現がありますね。ですから、それとつながるのはこれですよね、予測するわけですから、まさに水量とぴったりですね。あと、皆さん、こちらで時制がわかるかと思いますが、過去時制ですから、それに合わせて predicted、 こちらが正解ということでよろしいかと思います。さあ、続いて空所 D をよろしくお願いします。これ、空所右側に on がいますので、impose でよろしいですね。impose A on B。A を B に課す。もちろん目的を罰金と書いておりますので、意味内容上もバッチリです。で、あとは皆さん、空所の左側 to がございますので、to 不定詞。つまり形を変えずに impose。これでバッチリです。さあ、皆さん、最後、空所 E でございます。まあ、もちろんこのフィーチャーが入りそうですが、念のため確認をお願いいたします。で、皆さん、空所の右側に elections、選挙とありますので、これは公約のイメージでよろしいですね。つまり有権者に対して、私はこれをやるんだ、例えば増税反対みたいな、そういう呼び物といいますか、目玉ですよね。それを発信することによって、当選を狙うわけですから、まさにフィーチャーそのものですね。で、皆さん、空所の左側 B 動詞がございますので、そしてさらには後ろに目的語ないですからね。ですから正解はフィーチャーで、過去分詞ということでよろしいかと思います。さあ、お疲れ様でございました。では、小学部の空所重問題、2つの側面からいきましたね。まず1つ目は知識で解ける問題でした。例えばこちらのアートイ、これでしたね、うにゃうにゃを終わらせるという意味のラップアップ、そしてインポーズときたら後ろは A on B で A を B に課す、こういう知識で解ける問題はとても簡単なんですが、知識だけでは解けない、つまり意味内容を考えて解く問題。例えば皆さん、こういうものがありましたね。皆さん、こちら、車の排気ガスの放出を削減する。そして皆さん、リストリクトが正解でしたが、なぜそれが正解ですかと言われたら、道路の利用を制限することと言い換え可能でしたね。だから皆さん、リストリクトが正解ということでよろしかったかと思います。ですから皆さん、小学校以外の動画でもお伝えはしてますが、意味内容を考えて解く問題は、言い換え可能なものを探すこと。それを意識して頑張ってくださいね。